パブロ・エスティフェル・アルメロは、コロンビア・ナリー・ニョー・ケン・トゥマコ出身の、同国代表サッカー選手。アメリカデカリ所属。ポジションはディフェンダー。母国のアメリカデカリでデビューしたアルメロは、4年間で、リーグ戦108試合に出場し、2008年には、カテゴリア・プリメーラ英雄賞を経験。その後は、代理人にあたる投資会社ターボスポーツによって、 ブラジルのポソスジカウダス FC に登録され、そこから2009年1月に、同国の SE、パウメイラスへ貸し出された。パウメイラスでは、スピードと正確なクロスで、左サイドバックの定位置を確保し、カンピオナートパウリスタで、サントス FC に敗れたもののチームの決勝進出に貢献。また、カンピオナートブラジレーロでも、同様にレギュラーを務めて、 リーグ戦36試合に出場し、2009年7月のナウチコ戦で初得点を記録した。翌2010年シーズンになると調子を崩したことで、無理シラマー、両監督の構想外により、ガブリエウ・シウバの後陣を廃止、たびたびリザーブチームに送られる状態に陥った。さらに、1月の SC コリンチャンス・パウリスタとのダービーではイエローカードをもらうと、 前半に交代を告げられ、ベンチで涙を流す場面がテレビカメラに捉えられた。そのような状況下にあったものの、6月にパウメーラス側はアルメラの保有権20%を取得したことで次の遺跡の際に遺跡金20%を受け取ることが可能となった。それと同時期にイタリアのパルマ FC へ売却するための交渉をしていることが6月1日に報じられ、 7月には、加入目前まで迫っていた。しかし、7月2日に、セリエ A の EU 外枠の定員が2名から1名に、削減されるルール改正となった影響により、翌日に遺跡は成立しなかったことが発表された。なお、パルマはゼエドゥアルドを選択した。パルマとの交渉決裂により、パウメーラスト契約延長の話が浮上していたものの、 ルイス・フェリペス・コラーリ新監督のもとでも不調により、出場機会に恵まれなかった。2010年8月28日に、セリエ A のウディネーゼ・カルチョと契約したアルメロは、フランチェスコ・グイドリン監督が指行する3から5から2のフォーメーションでジョバンニ、序盤にパスクアーレから、左ウィングバックのポジションを勝ち取り、主力として、チームの4位と翌年の UEFA チャンピオンズリーグ。 予選プレイオフ出場権獲得に貢献した。シーズン終了後に、セリエ A 年間ベストイレブンに、同僚のアントニオ・ディナターレ、サミール・ハンダノビッチと共に名を連ねた。その予選プレイオフでは、UEFA ランキングにより、シードチームのアーセナル FC との対戦が決定。チームは4から4から1から1に戦術を変更し、アルメロは、左サイド中盤を務めたことで、 左サイドバックには、新加入のネウトンがプレーすることとなった。2011から12シーズンの開幕戦は、チームの戦術変更と代表から復帰したばかりだった。ダメ出場を逃したものの、CL 予選を敗退したことで出場権を得た UEFA ヨーロッパリーグでは、9月15日に、初戦のスタットレンの FC 戦で3の5の2の、ウィングバックとして、先発出場し決勝点を挙げた。 2013年1月9日に SSC ナポリへ共同保有権の買取オプション付きでのレンタル遺跡が発表された。ナポリではウディネーゼ時代とは違い、同胞のファンスニガーの控えに甘んじ、途中出場が主となり、シーズンを終えた。2013年6月にナポリはアルメラの共同保有権を買い取ったことを発表した。2014年1月31日、 ウエストハムユナイテッド FC へレンタル移籍した。2014年6月20日、かつて所属したウディネーゼに完全移籍の形で復帰した。2014年8月13日、AC ミランへレンタル移籍した。2015年4月9日、出場機会を求めてミランとの契約を打ち切り、CR、フラメンゴへレンタル移籍した。2017年より、 EC バイヤーに完全移籍することが発表された。2018年1月13日にアメリカでカリと1年契約を締結し、かつてプロデビューしたクラブへ10年ぶりに復帰することが発表された。U-17 代表時代に 2003FIFAU-17 世界選手権に出場したアルメロは、その後、クラブでの活躍から2008年のベネズエラ戦で、 え代表初出場を飾った。以降は、左サイドバックの主力としてプレーし、2013年3月22日に 2014FIFA ワールドカップ、南米予選のボリビア戦で代表初得点を記録した。2014FIFA ワールドカップに臨むコロンビア代表にも選出され、グループリーグ初戦のギリシャ戦では、先制点を挙げた。ありがとうございます。